ございます。ちょっとまだ鼻声なんですけど、花粉症じゃないか、話して。熱とかないんでね。はい。まあ、ね、心配していただいてありがとうございます。オプティック17、ね、こちら一つと、イリュージョンを三つ、パーソナルブレイクですね。高橋さん、ありがとうございます。よいしょ。で、イリュージョンの方は、これ、ワンボックスで2パックずつ、このフットボールパックが付きます。なので、合計6個ですね。サインが出たり、パラレルが出たりします。なので、先に、1箱のワンパックスタイルの17の、こっちね、開封します。オンカード1枚とシールオートが1枚ですね、こっちね。さあ、どうでしょう。ネルソンで、でしょんですね。この下かな、オンカードね。せーの、はい。オジェ・ハワード。タイトルエンドでしたっけ。よいしょ。タンパの、はい。タイトルエンドですよね。うん、そうですよね。オジェ・ハワード。はい。オンカードね。カードは非常に綺麗で、ここがシール枠。レイブンスのラインバッカーですね。タイアス・ボー、ボーザー、ボーザー。で、カリール・マックの赤パラ、19977と、これはヘンダーソン、カルロス・ヘンダーソン。シーボーみたいなサインの人です。17ですね。17のオプティック。うん。はい。で、じゃあ、イリュージョン本体行く前に、この おまけパックね。はい、6個全部まとめていっちゃいましょう。これまとめてね、パックを切って、はい、開ける、これね、これ木村明けって言います名称が、ちょっとキラキラのものがありますね。まずジェンキンス、これ、2018年のトップ100ということで選ばれた100人がカードになっているような感じですね。なので、ディフェンスとかもいっぱいいます。で、キラキラは誰だ？クリントン・ディックスだ。母ですね。83-99。これ99枚のパラレルです。はい。なので、2017のデータとかを多分元にして選定してる。これ、ただの、はい、宣伝。元にしてるんじゃないかなと思ってます。ドリブリーズ8。ね、これ多分1から100まで、うん、選ばれた順位順かもしれないですね。うん、なんかそんな感じな番号ですね。お、光ってるカーソン・ウェンツ25シリですね。3-25。はい。キラキラ。3位なんだ。カーソン・ウェンツ。第3位の3番だ。25枚限定。シリアルここにあります。はい、AJ で、ケイシー・ハワードで、トット・ガーリー、またキラキラ。タイリック・ヒルですね、今度ね。74-99。タイリック・ヒルは40位ぐらいなのかな ?40 位なのかなと思います。はい、で、ガロポロは90番。まあ、うん。まあ、最後6000ぐらいだけでしたからね。という感じです。はい。カードがひっくり返ってるとサインっぽいですけどね。うん。サインは多分、うん、50パックか100パック1ぐらいなんじゃないかと思います。はい。まあ、おまけパックでした。はい。ということで、イリュージョンですね。こっち。3個。はい。まず1つ目。よいしょ。こちら。アメフト2018のイリュージョンで、サインが3枚と2枚のメモラが出ます。サインが2枚、メモラが2枚という書き方ですけど、プラス1ルーキーオートジャージなので RPA が1枚は入っております。で、プラスアディショナルサインが2とメモラ2という組み合わせですね。で、レギュラーカードとかそのジャージカードとかも結構ユニークな作りになってます。あとは一番下にこのね、はい、マグホに入ったおまけパック、こっからもサインが出る場合があるんで、ね、
これはね結構ふかふかなパックなんで、ハサミで先に開けちゃった方がはいいいかなと思います。ピチピチパックだとね手で開けちゃった方が早いですけどね。この開け方もいいですよね。はい、じゃあ、一つ目ですね、レギュラーカードこう往年の選手が後ろにいてね、今の選手このカードの選手です。はい、これが RC ですね。 RC マークがついてます。それとインサートカードが結構プラスチックカード、これが1枚入ってるような感じ。はい、でひっくり返ってるカードはガイスのオートパッチですけど、今季絶望でもね来年ね出てきて、はい、まあ悪くはない選手だと思います。かなり期待値は高かった。34-50です。1年頑張って寝かすね、そこです。これが RP ですね。でガロポロのベースは後ろがモンタナとかね、ジョシュローゼのルーキーですけど後ろはカートワーナーと、なんか面白い組み合わせが、はい、結構たまにあります。まあレビオンベルでフランコハリスとかね、まあまあまあこの辺もいいかなという感じですけどね。これが金パラで499ですね。はい、リチャードシャーマンでね、これね、ディオンサンダースとかね、まあ、うん、まあ許せるかなと。マーション・リンチでマーカス・アーレンとかね、はい、ジョシュ・ゴールド。これミスティークなんですよね、インサートね。はい、でガイスの金パラも出ました、うん、結構ねルーキーカードは、あ、バークリーも出ました。だサコン・バークリーがオーティス・アンダーソン、そこまで遡るなんてね。ティキ・バーバーでも良かったんじゃないと思います。はい、でひっくり返ってんのはラシャード・ペニーの赤インク4749ですね。はい、ラシャード・ペニー、まあ頑張ってます。はい、ありです。ジョシュアレン、ランドリー、ラマジャクがトレント・ディルファーっていう、はいね、すごいですね、面白いこれタイリーク・ヒル。このプラスチックもパラレルがシリアル入ってたりします。249ですね、 リドリーで、ワシントンがアントニオ・ブラウン、だから現役もいるんですよね、ね、でエディ・ジョージ・ヘンリー。はい、カップがアイザック・ブルースで、ボージャクソンはこれシリアル入ってますね、パラレルかな。エリオットの199パラがハーシェル・ウォーカーっていうね、はい、面白い組み合わせです。うん、カマラがリッキー・ウィリアムスかね、アンソニー・ミラーが、はい、ウォルター・ペイ、あ、レシーバーでもねいっぱいいましたけどね。で、ダーノルドはネーマスという感じです、ルーキーカード。でひっくり返ってるのはジャージのカリーム・ハントですね。去年のルーキーで今年もかなり調子がいいですね。で伊藤さんが、ウォリックダン、伊藤さんようやく出てきました。スペシャルチームだったんですけど、ようやくランニングバックとして使われました。まあただ先発が怪我しただけなんですよ、ね、でハント、ジュジュ、149のモスリー、ジョシュアレンの青ですね、249、こんな感じです。ホルト、クックス、マイク・ウィリアムスがチャーリー・ジョークなんですね。トム・ブレディとテリー・ブラッドショー。ここいいですね。うん。あとサインがもう1枚ぐらいだ。サインが今2枚ですね。ハーストの75シリ、ルーキーですね、これもね。で、ルドルフ、ケルシー、ソニー・ミッチェル、ようやく出てきました。はい。結構期待です。TJ ワット、あ、これがひっくり返ってます、ルーキー2人かな、カークとローゼンの何でしょう、
お、ダブルパッチですね。はい、ローゼントを書く。いいですね、もう先発になりましたから、ローゼン。はい、ということで、あ、違うか、サイン2とメモラ1、メモラ2か、あともう1枚サインか、デション・ハミルトン・ペティス。じゃあこれか、これですかね。うん、誰だ、お、ローレッタローレッタ、ローレッタの16-49のマグホのサインです。ルーキーエンドースメント、はいね、イーライのネクストって考えると彼かな、どうでしょうね。うん、赤インクですね。うん、後で入れておきます入らない、こっちでしたね、うん、サインが3、うん、マグホのサインなしってありました。あ、マグホからも1個は出る。あ、1個は出るんだ。マグホはオートだけ。あ、なるほど。パックから RPA とサインがもう1個で、マグホからはサインがもう1個出るような感じなのかな。あ、結構面白いですよこれ、うん、いろんなのがあって面白いです。で、まあ、サインさんがしっかり出て赤インクとかもいろいろありますんで、よいしょ、おすすめです、非常におすすめ。今あるうちですけど、パニーニのパックがね、ワンボックスで2パックつきますんで、よいしょ、うん、木村明けいいですね、やっぱね。ふさふさパックの場合は、ふかふかパックの場合はこれがおすすめ。はい、2箱目です。ケルシーでタイディーク、キンパラ・フーパーですね。あ、はい、バイキングスレシーバークリス・カーターなんだ、レジェンドの方ね。サットン・伊藤さん、149のランディ・モス、レベオン・ベルが249、ワトソン、マット勝負か、テキサンズ。なるほど、そっか、他にいないもんなあ、マイケル・ビッグとかいますけどね。ケース・キーナムが LA ですね。ローレッタはイーライ、うん、だから元気がいるんで、ちょっとね、そのね、ローゼンまた出ましたね。はい、ブラッドリー・チャブで、これサインだったらいいですね。あ、ジャージでした。多分2人いますけど、まあ2人ともまあまあ活躍してます。うん、グロンコですね。でひっくり返ってるのが、お、ルドルフ、お、はい、オートジャージですね。 RPA3 号ちょっと少ないですね。まあでもちょっとですね、多分ラマジャクは一番少ないのかなと思います。あれ勝負になっててね。215-325、クォーターバックですね。はい、シーズン前だとね、ルドルフかなりいいんじゃないかみたいな感じでしたけど、なんかすごいベンも頑張って、ダイエットしたらしくて、動きが非常にいいです。ちょっとやめる気なさそうな感じですね。はい、でルーキーオートですね。これもね、青パラ4球の100ですね。タイトエンドかな。イングラムが初期、あれイングラム、あれ初期レシーバーか。タイトエンドですよね。あ、イングラム？タイトエンドなの？おー。あ、タイトエンドなのね。
で、カマラ。で、ワットとジェイソン・テイラー。面白い組み合わせ。あ、またガイスちゃん。あ、ジャージでした。ねえ、来年です。これのワンワン見てみたいですよね、ベースのね。なかなかやっぱりちょっとローシリアル出にくいんですけど、うん、タイロット・テイラー、ジェフ・ガルシア、フィリップ・リバースがドリュー・ブリーズなんだね。はい、ソニー・ミッチェル、これね、頑張ってますね。グリーン・パラ、ケルシーとトニゴンですね、99。ロジャースはドンか、マジョロースキーか。はい、でインサートのこれ金ですけど200枚、ニック・チャブの199ですね。うん、こんな感じです。はい、でマグホのサインは誰でしょう。誰だ、ハイネスさんだ、20の150。ハイネス去年のルーキーでしたか。うん、ちょっと出始めてたかな。うん、ちょっと出てましたね。スタッツだけ見たところ、ちょっと出てました。はい。今年か。ハイネス。まあ、RPA ルドルフ、ちょっと少ないところが出て、まあまあ、クォーターバックですからね。悪くはない。この間の開けた時なんかソニー・ミッチェル、インセプションでしたっけ、なんか出ましたよね。あの辺今週すごい頑張ってます。かなり100ヤード超えて走ってました。クォーターバックもランニングバックも今年は、うん、そろそろクォーターバックも先発取り始めて、ランニングバックも走り始めたのでいいんじゃないですかね。うん、はい、3つ目ですね。はい、うん、これは誰だ、ローレンス、グリーンのアンドリュー・ラックで99ですね。ラックもまあ、うん、ようやくという感じですね。ちょっと病気がちだったんですけどね。はい、ひっくり返ってるのはハイネスさん、まあ頑張ってます。これ499ですね。だから ルドルフさんちょっと少なかった。でもまあ100枚ぐらいの差ですね。ハイネス頑張って。今年のルーキーだ。ね。キンパラスね。キーナ。マイルズ・ギャレットですね。99、アカパラ。で、ハイネスの199出ました。あ、なんか、ポイントが見えます。ポイントはコードが見えちゃうとあれなんで、ここでひっくり返します。はい、150ポイントですね。まあ通常のね、コモンオートの代わりかなと思います。ホーネットはフレッド・テイラーなんだな。はい、もう一個熱いのが入ってます。お、3人。トニゴン・ゲイツ、ウィッテン、タイトエンド3人。50枚限定ですね。これデザインが結構綺麗。レガシーズですね。タイトエンド3人レガシーズ。トニゴンいい選手でしたね。ゲイツ、ウィッテン、みんな良かった、ね。はい。で、青パラスね。ランドリー。マホームズね。これは、オデル・ベッカムとカーク。マッコイの499。サンブラッドほどカートワーナーなんだ。
ローゼンとウィルソンの1音機で、もう一個が、はい、またハイネスさん応援しましょう。あ、ジャンボのパッチになってますね。51の100、はい、コルツね、今年ラックがやっと復活したんでね、ね、ミスティーク、ニック・チャブの499、はい、でサインがこっからですね。もう1枚、1個がポイントだったんでね、そこそこいいのお願いします。チャーク、あれチャーク、さっきレデンプションでしたよね。現物あるよ現物あるよ現物がある。さっきね、あのお客さん開けててレデンプションだったんですよ。シールで現物あるじゃんっていう話でね、足りなかったのかな。66の100です。あ、これも枚数バラバラ、100で、あ、ロレットはパラレルかな。でも赤インクで49です。100からシリアルってどうですか、マグホのサイン。100と50、うん、マグホの99もある。49、あ、そうですね、150ハイネス、ハイネスは150、赤インク49、あ、ムーは、ああ、赤インクね、ほう、結構いいですね。150 199 49とかであるみたいです。まあ、ここがねちゃんとマグホに入ってて、うん、結構上位ルーキー多いですからね、うん、箱一だったらと思います。はい、高橋さん、いつもありがとうございます。あとワンケースあります、イリュージョンね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。